サンマ、その旬になったらスーパーにいっぱい、まあ、ずらーっと並ぶと思うんですけど、うん、並んでる中でどれがいいかなっていうのを、うん、いいですね、こういう情報欲しいんじゃないですか。下唇のところが黄色いほど油が乗ってます。へぇ、これこのちっちゃいやつ、このちっちゃいちっちゃい点みたいになってるやつが、うんうん、なってる。そこの中で比べるにはどうするのがいいかなっていう感じですけど、鮭は海から川に戻ってくるお魚じゃないですか。で、この海で取れる状態の鮭と、この川にちょっと近づいてきて取れる状態の鮭の姿形は結構違いまして、でこれなんでこんな色になるかっていうと、婚姻色って言って結婚の婚姻ですね、はい、疲れた色ってこと？あー、まあ疲れたというか、これから卵を産むぞっていうあの番組はですね、世界の料理を知れば人生はもっと楽しいというコンセプトで、世界の料理好きな皆さんと食にまつわる情報で異文化交流しようという番組でございます。今回はですね、こちらのメンバーに来てもらっております。よろしくお願いします。お願いします。はい、皆さんよろしくお願いします。お願いします。今回のテーマはこちらです。私の買い物術よ。買い物といっても、そこには新鮮なものをどう選ぶのか、あるいはどうすれば安く買えるのか、さらには体に悪いものは入っていないのか、皆さんの買い物の基準、テクニックを今日はご紹介ください。今回はですね、翔子ちゃん、あなたの買い物術を教えてください。はい、何からいきましょうか。サンマ、その旬になったらスーパーにいっぱい、まあ、ずらーっと並ぶと思うんですけど、並んでる中でどれがいいかなっていうのを、うん、いいですね、こういう、はい、うん、こういう情報欲しいんじゃないですか。まずその目が澄んでる目であること、うんうん、例えばこの写真は手前のあのサンマ、目が充血してますよね。うんうんうん、こういうのは、まあ、ちょっと選ばない方がいいかなって。あ、でこれダメだ。口のところ、下唇のところが黄色いほど、うんうん、どう油が乗ってます。これこのちっちゃい、このちっちゃいちっちゃい点みたいになってるやつが、うんうん、なってるなってる、はい、一番上のやつとか、あの葉っぱの背景があるので、かなり見やすいですけど、よく見える。おほんとだ、はい、おー、質が高いとこういう風になりますね。はい、時間が経つと白くなってきたりするのがあったり、線が落ちると白くなって、うんうん、はい、なんか黄色い方がいいかなって。その魚同士がぶつかったりして擦れちゃうことで、この銀色が剥がれるっていうのが起きるんですよ。線が落ちも早くなっちゃうんで、うん、綺麗な方がいいかなっていう。エラ見てほしいんですけど、エラがちょっとね、うん、茶色いですよね。胸びれの付け根とか茶色くなってて、これはなんか血が時間経ってくるとこういう色になってくるので、時間経ってない方が、まあ、こういう結構綺麗ですね。こっちは鮮度いいよっていうね、はい、まあ綺麗に洗ってればちょっとあれなんですけど。なるほどなるほど、はいはい、ちょっとコツがいるかなっていうのが、あの、うん、サンマの頭の後ろのところ、首のところがボコって盛り上がってる。一番上のやつとかが分かりやすいですかね、この、うん、頭と肩のところ、うん、って盛り上がってる。これちょっと分かる分かる、はい、これが盛り上がってると太ってるっていう証拠ですね。そうなんだ、はい、そうなんだ。でもっと細いと、痩せてるとここがなんかもう本当に細りして、なんか結構かわいそうな感じになりますね。これめっちゃ勉強になる。見比べてみると面白いかもしれません。そのスーパー行って、うんうん、はい、食べたい。食べたい。取ってみてみたいね。取れたてだとこういう風に、うん、あの銀色とあの黒色がもうすっごいはっきりしてて、はい、すっごい綺麗なやつですね。これはもうこのまま かぶりつきたいねこれね。うん、ぜひですね。ここもいいですね。あればあるほど。え、そうなの？ね、サンマは実は鱗はすっごい剥がれやすいんですよ。だから、あの別に処理してないんですよ。シングルまでに剥がれちゃうんですよ。ああ、はい、だからその鱗がついてればついてるほど
綺麗、うん、鮮度も良かった、綺麗、はい、擦れてないっていう、うん、綺麗な青色なんで、あの、分かるか、キラキラしてる。これはその焼き魚とか旬の塩焼きで食べますっていうのは確かに油ある方が向いてるんですけど、干物にするサンマ専用で痩せてるのを使うところもあって、ここはなんで、それは油が油分が高いと冷凍した時にその油分から臭みが出やすくなるんですよ。だから、うん、あの干物にして保存冷凍で、あのしばらく保管するって時には油分が少ないものを使いたい。だからガリガリのサンマを使って、うん、あの、ガリガリのハリコって言うんですけど、ハリの子供って書くんですけど、うん、あのそれぐらい、あのシュッシュッてしてる、うん、サンマを使ったものがそういう風な名前がつくぐらい。いい情報ですね。はい、簡単です。二人どうでした？ひろこさんいかがでした？今のサンマね、すごいも食べたい。もうなんか秋に日本に帰って日本に帰って食べたいってもう思ったの。でもお店に行ってもう自分で見たいなって。はいはい。あ、ね、これすごいやりたいですよ。うん、勉強になるなってつくづく毎回思う。あゆみさんいかがでした？ね、頭の 上の後ろのところの盛り上がってるの、うんうん、で、油が乗ってるかどうかっていうのがすぐ分かるっていうのを、うん、あの聞いて、私一番好きなお魚アユなんですけど、アユミのアユなんですよね。おお、確かに。そう、その名前の由来はアユの魚のアユなんですけど、ね、はいはいはい、まあそれはさておき、そう、父親がアユの友釣りをしてて、アユがすごい美しいキラキラね、あの、うん、した魚で美しい、こんな美しい子供になってほしいということで、うん、あのつけてもらったんですけど、っていうことで子供の頃から天然のアユばっかりしか食べてなかったのね。ほう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 。で、あのもうアユっていうのはもうこういうものって思ってて、ある日その養殖のアユを食べた時に形が違う、うん、と思って、それがその頭の後ろの盛り上がってるやつで、もう太ってるね、まん丸したアユやって、で、すごいまずかったのを覚えてる。そう、うん、だから言ってたみたいに、その食べ方によってとか、そのお魚によって油が乗ってるべきものと乗ってない乗ってて欲しくないものっていうのはきっとあって、一概にはね太ってるからいいっていうわけではないやなと思ったんやけど、うんうん、油至上主義みたいなのがなんとなくあるから、うん、そうじゃないんだなっていうのもね、うん、面白いなと思います、うんうん、なるほど、なるほど、分かりました。はい、では続いてしょうこちゃん、あなたの買い物術教えてください。次の目利きは鮭、うん、でいきます。 お出ました、出ました、鮭得意ジャンル、鮭来ました。鮭は、まあ、天然の秋鮭があのスーパーに並びます。で、うんうん、たくさん切り身でずらーって並ぶと思います。で、うん、そこの中で比べるにはどうのするのがいいかなって思うんですけど、鮭、うん、は海から川に戻ってくるお魚じゃないですか、うん、で、うん、その海で取れる状態の鮭と、うん、あの川にちょっと近づいてきて取れる状態の鮭の姿、うん、形は結構違いまして、うん、で今これ映ってるのが川に近い状態の鮭です、うん、で色が銀色で白くて、顔もちょっとちっちゃめの目が大きいやつは、うん、あの海の海側で取れるやつなんですよ。でこれなんでこんな色になるかっていうと、婚姻色って言って結婚の婚姻ですね、うん、あ、結婚の婚、はい、疲れた色ってこと？あ、ま、疲れたというか、これから卵を産むぞっていうあのそう、気合入ってる。結婚に疲れた疲れたじゃなくてこれからやぜ、これからだぜっていう卵とか白子の方に、うん、あの栄養がいっちゃって、なるほどなるほどなるほど、身の美味しさはどんどん薄れていっちゃうんですよ。なるほどなるほど、だからその川に近いよりもあの 海にいる方の鮭の方がまだ身に味は残してる、はい、うん、だからスーパーで見た時に鮭の皮が、うん、ああいう色になってるか、それとも銀色に近い色なのか、なるほど、をあの見比べると皮の色なんだ、はい、ただそのあんなに違いはないです。もうスーパーの方もしっかりその目利きしてちゃんと綺麗に、うん、あの選別してるので、もう全然違いますみたいなことない。そこまでの差はないよね、はい、ないけど、まあ、ちょっとこいつは皮寄りで取れたんかなとか、
ちょっと川寄りというか、まあ、これは同じ場所で取れたはずだけど、こっちこいつの方が気合入ってんなとか、まだそのスイッチ入ってないなとかっていうのがないもう大きな違いはないかもしれないですけど、そうこっちが海の方の、あ海で取れた、ね、はい、さっき全然違うのね。そうなんです、そうなんです、うん、そう気合が入ってるとあこうなるこうなると大人の顔、鮭の顔つきで全然違うでしょ選ぶんだ確かに違う違う、ちょっと子供っぽい、そう、うん、可愛らしい、可愛い、可愛らしい、可愛いって言うんだそう落ち着いた感じこっちの方が落ち着いた、魚を見る目が変わってくる、うん、これ若いんじゃないですか、でもこれすごい悲しそうな顔してないですかそういうクイズじゃないなんかこれは多分養殖じゃないかな、うん、あ養殖はまたちょっと違うのか、これ気合い、これ大人じゃないですか、もうこれは大人ですね、うん、これ大人だよね、はい、俺も分かってきた、これ大人だよ今いいあの切り身の状態でこの状態で売ってるので、うん、おあこれは若いんじゃない、はい、若いっていうか、なんかこれなんか色が入ってるから気合い入ってるからもう皮に近い、うんうん、これは、まあ、微妙なところなんですけど、うん、これ婚姻色はもう出始めてますね、だから、ね、その出始めて川に近いんだあの近づいてきてる、だから婚姻色入ってきてるけど、これ多分同じ一匹だと思うんですけど、一番左側の切り身と一番右の切り身、うん、これ、ね、一緒の魚なのに、うんうん、皮目の色がこんだけ変わるともう分かんないですよね確かに、はい、っていうのがあってちょっと難しいんですけど、見ると楽しいかなって思います、うん、だから若いやつが食べたいっていう話だったらあの秋鮭買うよりも時鮭買った方がいいです、うん、ああそもそもね、はい、そもそも若いと時鮭、大人だと秋鮭っていう、秋鮭の中に混じってるケージっていうのも若いやつです、なるほど、はい、身は分かりました、なるほど、ありがとうございます、はい、では続いてしょうこちゃん、あなたの買い物術教えてください。カツオの刺身、ほう、ほう、ほう、いいですね、うん、気になる、はい、うん、私が買うとき何見てるかっていう話なんですけど、はいはい、カツオはちょっと待って、一回あゆみさんとひろこさんにしょうこちゃんが教えてもらう前に何選ぶか聞いた方がいいかもしれないな。こちらがですね、まず A パターン、はい、はい、よく見てください、はい、じゃあ続いて B パターン、うん、むずいよ、はい、こちら2種類のカツオの刺身、あなたならどちらを買いますか、いいですか、もう一回見ます、はい、あの叩きになってんのは気にしないでください、あの両方とも状態は一緒だと思ってください、うん、はい、形の問題っていうことですねそうですね、そうですね、はい、形の問題、はい、うん、形の問題を見てどちらを選ぶか、はい、こちら B で、はいはい、あゆみさんよろしいですか、こちら A、 あっちが A、 じゃああゆみさんからいきますか、 A と B どちら、普段買いますか、私なら B を買います、ほう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 、はいはいはい、それはなぜでしょう、A の方はなんていうのかな、こうケロンとしてるあ難しいね、これ表現の仕方が、身が引き締まってないんじゃないけども、こうしっかりしてなさそうに見えた、こうしなっとしてるというか、へちゃって感じ、うん、そうそうそう、鮮度とかもあるのかなと思ったりして、うん、では続いてひろこさんどうですか、私は A かなって思ったので、まあ、形が全体的に全部の形が同じ形に整ってるからなんとなくね、なるほど、ただ B の方はちょっとなんか筋というか油というかの線が見えたから、私はいつもマグロなんかも赤身が好きだからA の方が赤とか血合いっぽいのがあって、難しい、なんかファーストインプレッションかな、うん、はい、じゃあしょうこちゃんの買い物術、私ならこう買います、こちらが正解になります、はいはい、私が買うのは A のお刺身を買います、はい、A を買います、こっちを買います、はい、それがなんでかっていうと、魚を切る時の話になるんですけど、私絵をちょっと描いてきたんですけど、まあ、カツオが最初ありますと、これカツオで
かわいい。で、頭と内臓と尻尾とかヒレとかを取りますってなると、うんうん、こうなるじゃないですか。ただ消しただけなんですけど、わかりやすいね。はい、そこからこれをだから2枚おろしにするじゃない、3枚おろしとかにするじゃないですか、うん、で、うん、取った状態だと思ってください。これもうそこの状態で上と下に分けるんですよ、うん、こう、うん、でここ真ん中のとこ骨あるのでどうしてもこういう風に分けますと、うんうん、で骨を取り除きます、うん、最後皮を剥いでから最後切ります、うん、こんな感じで切りますっていうのが、うん、まあ、刺身の刺身になってるってこと、うん、こうやって見る状態と魚をこう 横にして見る状態 と、うん、と魚を正面から見た時の状態のことを考えてほしいんですけど、うんうん、上の方ってこの、うんうん、4分割にしてますけど、うん、はいはい、これの4分の1が最後の状態なんですよ、うん、この右上、うんうん、で、うんうん、で下の方につけてたやつが、うん、右下の、うんうん、はい、あ、状態、場所が違うってことと場所が違う。でこれ内臓を取った状態なんですけど、内臓があってそのお腹に近いところの方が油はあるんですよ、うん、魚って下の方が油があって美味しいってことなの、はい、うん、油があるから、うん、はい、うんうんうん、そっちの方が油乗ってるなっていうだけなんですけど、腹側のあのを切った刺身が食べたい。だけどそのさっきあゆみさんがおっしゃったように切った時にへちゃるんですよ。すごい、なんて言うんでしょう、このへこみがあるので、へこんでる部分をそのままペタってしちゃうとへちゃってるように見えちゃうんですよ。どうしても切りになる、しなってなるのね。そう、しなって、へちゃんとへちゃって、なんか元気がないように見えちゃうんですよ、その切り身にした状態の時に。そう、こっちの方がそのペタンってしちゃうので状態が、でこのサジェクト、右下に出てくサジェストで出てるやつとかもこういう風な状態だと、どうしてもその刺身として形が綺麗じゃ ないように見えてしまう。 B として出した方は、うん、こっちはなんか生姜乗ったようなやつかな、はいはい、背中の方なんですけど、うん、そっちの方が、これが背中、ね、これは背中だよね、うん、はい、そっちの方が、うん、あの形が三角で綺麗、うん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 、に切った時に、はい、均一だしで見えるの、そういう風に見えるので綺麗に見えるんですけど、うん、はい、油があるのはあの腹側だから、こっちが欲しいなって私は思って買ってます。そうなんだ、油がないから美味しくないわけではない。あ、そう、それは好みで、さっきひろこさんがおっしゃったように、うんうん、その赤身が好きで、うんうん、油よりも、うんうん、赤身の方が好みなんですっていう場合は、うん、あのそちらの方を買っていただいて。なるほど、うん、カツオを食べる人ってあの赤身が好きな人、うん、って思ってて、うん、脂が乗ってる部分のカツオを私は個人的に食べたことがないね、うん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 、好みとしては、うん、カツオとかマグロとかの赤身はあんまり好きじゃなくって、うんうんうん、あのまあ、だからその、うん、カツオのたたきとかがご飯に出てくるとちょっとがっかりしてた子供なんですけど、あ、そう、でもその脂身のところをちょっと食べてみたいなって思う。はい、マグロの脂は養殖の脂でもあるので結構ギトギトしてる脂が多いですけど、うん、はい、普通はまあほぼ天然 100% なので、腹そうなんや、うん、なんであの私はその天然の脂大好きなので、カツオの脂だったらその乗ってる方、脂乗ってる方が食べたいなって思って買いますね。あとそのカツオっていうと、その初ガツオと戻りガツオっていう2種類のカツオがあって、うんうんうん、脂身が少ない状態の赤身を楽しむ初ガツオと、脂がしっかり乗ってて乗ってる脂をがっつり食べたいっていう戻りガツオが2種類あるんで、はい、食べてほしい、うん、あ、カツオも食べたくなっちゃったいやもうそんな目線で食べたことないから分かんないと思うからね。それを聞いた上で食べ比べしたいけどね、本当はね。ちょっと分かんない、そうかなっていうね、耳ではなんか分かるけどみたいなね。うん。はい、分かりました。ありがとうございます。ありがとうございます。